ほう、今日の中日、ひどすぎる。中日わらわら。全力で負けに来るやん。亡命ポイントがさらに行きたまった。こんな負け方ってある。6対0追いつかれるも、9回表に勝ち越した中日。しかし、ライデル投入で勝ちかと思われた9回裏。福永のエラーと大島のファンブルもあり1点を返されなおもノーアウト満塁。ポロー。ああ何してんの。ライデル球浮いてるな今日。9回に2回ミスしたらさすがにもうゲームセットよな。最後は木浪に打たれてさよなら。はい終わり。さすが中日。中日、いいところなし、プロ野球。また中日が面白い試合してしまったか。あれ、6点も先手取れたじゃん、なんで負けてんの。中日が勝つわけないと思ったわ。最下位にふさわしい負け方。ライデル・マルティネス、中登板0勝1敗8セーブ 0.00。なぜ負けているんだい？自責0で逆転負け、妙だな。かわいそう、亡命待ったなし。中日ドラゴンズさん、いろんな負け方開拓してて尊敬する。